アールスプリング理学療法士の近藤です。新型コロナウイルスに対抗するご自宅でできる免疫力アップのストレッチをシリーズで動画でお送りしております。今回はその3回目ということで、最初はおへその上にある乳鼻層というリンパ節のストレッチ、2回目は膝の後ろにある膝下リンパ節のストレッチでしたが、今回は足の付け根にある鼠径部のリンパ節にアプローチするストレッチをご紹介します。足の付け根の鼠径部のリンパ節は足全体から上がってくるリンパが流れ込むところです。ですので長時間のデスクワークなどで足の付け根が圧迫され続けていると、せっかく足先からふくらはぎ、ももを通って上がってきたリンパ節が鼠径部でせき止められてしまうという状態になります。ですので特に長時間のデスクワークの方は、知らないうちに鼠径部が縮こまってこわばっていますので、そこをストレッチで伸ばすことが大切になります。それでは今から足の付け根、鼠径部のリンパ節を伸ばすストレッチをご紹介します。注意点が2つありますので、そこをしっかり守ってご自宅でなさってください。それでは今から足の付け根、鼠径部のリンパ節を伸ばすストレッチを始めます。形としては今回は左の鼠径部リンパ節を伸ばしますが、このような形ですね。伸ばしたい方の足を後ろに下げて、このような形で腰に軽く手を当てて押し出すように、お尻を押し出すような感じで左足の付け根を伸ばします。この時に注意点が2つあります。注意点の1つ目は、伸ばす時に上半身が前に倒れないこと。上半身が前に倒れない。もう1つはちょっと正面から見ますと、足、例えば今回右膝は正面向いてますけども、外側に向かない。まあ、それは後ろ足もそうで、後ろ足も外側に向かないということですね。この2つを気をつけて伸ばしていきます。では今から正しい姿勢でストレッチを行います。それでは先ほどの注意点を守って、今から7秒間伸ばしていきます。ではお尻に手を当てて、上半身を床に垂直に保ちながら、前側の足、右膝を軽く曲げながらお尻を押し出していきます。この時にこの左足の鼠径部の伸ばされ感を感じてください。では戻します。これを左右交互に7秒間数回、気持ちがいい程度に行ってみてください。足の付け根の鼠径部の部分には、足に向かって走っていく血管や神経があります。長時間座り姿勢でそこが知らないうちに圧迫され続けていると、血管が圧迫されることによる足先の冷えや神経も圧迫されるので、場合によっては足のしびれというような症状も出てきます。ですのでそこをしっかり毎日セルフケアで伸ばすということは非常に大切になります。お時間のある時に繰り返し行ってみてください。